皆さんこんにちは。瞑想中のチャンネル、赤又影悠でございます。今回はですね、こちらのお店、田所商店で味噌ラーメンの回でございます。蔵出し味噌、麺醤って読むんですかね。田所商店の看板でございます。このお店ですね、結構前なんですけども、視聴者の方に教えていただいたんですよ。それからずっと行きたいなと思っていて、今回は満を持しての訪問でございます。いつものように蕎麦友達が一緒です。入り口のところにはセットメニューの説明がありました。 ABC のセットがあるんですけれども、もうこの時点で私は A セット、蕎麦友達は C セットに決定いたしました。このお店はですね、非常に珍しいと思うんですけども、味噌ラーメン専門店なんですよ。ということで、この後驚きの展開です。お店の中はこんな感じで、非常に広くてですね、おしゃれなんですよ。 BGM にはジャズが流れていました。こちらのお店、味噌ラーメン専門ですから、要するに味噌ラーメンと餃子とチャーハンのお店なのかなと。ちなみに私の好きな馬屋っていうのがそういう感じなんですね。なのでメニューの種類は限られているのかなと思ったらですね、メニューには味噌にいろんな種類あるよっていう情報が載ってるんですよ。これはもしかしたらっていう感じがするんですけれども、実はですね、味噌ラーメンにいろんな種類があるんですよ。ちなみにこちらはですね、赤って書いてあるんですけども、多分これはですね、辛味噌ラーメンなんですね。こういうの私嫌いじゃないんですけども、初訪問のお店なのでいきなり辛いのではなくて、このお店のスタンダードなラーメンはどんな味なのかっていうことでですね、別のページを開きますとこうなっております。実はこのお店ですね、味噌の種類が豊富なんですよ。それがですね、北海道味噌、信州味噌、そして九州麦味噌の3種類と。そしてトッピングがまた色々あってですね、確かに味噌ラーメン専門店なんですけども、メニューのバリエーションはものすごく豊富です。ちなみに私はですね、味噌ラーメンというと、コーンバタートッピングしたくなっちゃうわけですよ。ということで私はですね、北海道味噌ラーメンの野菜ラーメンにコーンバタートッピングをいたしました。ちなみに蕎麦友達もコーンバター好きなんですけれども、今回はですね、私と被らないように信州味噌ラーメンを注文してくれました。このお店ではですね、ニンニクとか箱ティッシュが必要な場合はお店の人にお願いするというスタイルになっております。調味料コーナーの壺の中は何でしょうか。これはですね、赤味噌なんですよ。蓋を開けた瞬間にですね、唐辛子の非常にいい香りがね、漂いましたね。これは後で使ってみたいと思います。そうこうするうちにやってまいりました。最初これが何なのか分かんなかったんですよね。そして私はですね、A セットなので餃子が6個ついております。上に乗ってるバターの大きさ、これはなかなかの大きさで大満足でございます。ただコーンがちょっと寂しいかなって感じがしますね。そしてチャーシュー、これがですね、炙りチャーシューですね。餃子には味噌ダレがついております。ちなみに調味料コーナーにはですね、酢とか醤油がありますので、味噌ダレ以外で食べることもできます。さあ、こちらがですね、蕎麦友達が注文した信州味噌ラーメンです。上に山菜が乗っかってますね。山菜の横に乗ってるのがちょっとなんだかわからない。そしてこちらが炙りチャーシューで、卵はですね、最近筋トレをしてるとかっていうことでトッピングしておりました。そしてこれはですね、 C セットなのでミニチャーハンですね。これはチャーハンがついております。そしてこちらが私の北海道味噌ラーメンでございます。カメラをセットしましたので食べ始めたいと思います。まずはバターをスープの熱で溶かしていきます。そしてですね、私が最初に見た時にチャーシューだと間違えたものは実はポテトだったんですね。ラーメンにポテト、これは合うのかどうか後でレポートしたいと思います。そして炙りチャーシュー、これが分厚くて大きいですね。これも後のお楽しみで撮っておきます。さあ、麺はどんな感じなのか。これはですね、ちょっと太めだと思うんですね。一口食べますと、これがですね、濃厚な味噌の味がします。
見た目以上に味濃いですね。スープはこんな感じ。もう味噌汁そのものって感じのビジュアルですけれども、もっと濃いですね。このスープはですね、ほんと見た目以上に非常に味が濃いので、野菜と合うんですよ。野菜ラーメンを注文したのは正解でしたね。で、こちらがスープなんですけれども、スープだけ味わうと、これはもう味噌汁よりも濃い味がします。ということで、この辺でミュージックスタートです。私は普段はあんまり味噌ラーメンは食べないので、こういう機会がないとなかなか食べることがないんですけども、食べてみるとこれはこれで美味しいんですよね。そしてこちらが餃子です。ここで餃子に味噌ダレをつけました。こういう感じですね。餃子の味なんですけども、餃子の味よりもラーメンのスープの味の方が濃く感じてですね、微妙な味わいはよくわからなかったです。ちなみにこちらが味噌ダレです。そば友達が選んだ C セットは、餃子は3つだけなんですけども、チャーハンがついてると。ですけれどもなんですが、私が思うにはですね、このラーメンのスープ非常に濃ゆいので、チャーハンではなくて白いご飯が欲しくなっちゃうんですよね。残念ながら多分このお店のメニューには白いご飯はないと思います。ではチャーシュー行ってみたいと思います。こんな感じなんですね。食べてみますと、これはですね、味がしっかり染み込んだチャーシューっていうよりは、むしろ焼いた肉っていう感じの、非常にこの豚肉感が強いチャーシューでしたね。スープの味が非常に濃ゆいので、チャーシューに味をつけてもあんまり感じないと思うんですよ。むしろこのスープの濃ゆい味でこの肉を食らうっていう感じのコンセプトなんじゃないかと思います。なのでこのチャーシューはですね、このラーメンスープに合わせて開発されたものなんじゃないかなと思いますね。そしてこの芋なんですけどね、芋はラーメンにはあんまり合わないかもしれないです。ではここで辛味噌を入れていきたいと思います。これがですね、すごくいい香りするんですよ。もう唐辛子のあのいい香り、この時点で漂っております。で、このぐらいの量でいいのかなって、ちょっとまあ恐る恐るなんですけれども、入れてみて、これをですね、全体になじませると辛すぎた時まずいので、スープの一部にですね、これを混ぜてですね、ちょっと味を見てみたいと思うわけなんですよ。それで大丈夫だったら全体に混ぜていくと、まあそういう感じなんですけども、どうなんでしょうか。で、これ食べてみますとね、辛さはほとんど気にならないですね。それよりも唐辛子の非常にいい香りがですね、味噌に加わってすごく美味しくなります。ということはですね、先ほどのメニューで見た赤ラーメンですね、赤味噌で作ったラーメン、赤味噌っていうか多分あれは唐辛子が入っているっていう意味だと思うんですけども、あのラーメンもそれほど辛くはないんじゃないかと思います。すごくね、香りがよくって味噌と合うって感じですね。で、この味噌のスープっていうのはですね、すごく濃いので透明度がほとんどないんですよ。なのでどれだけコーンが残ってるかわからないんですけども、そのコーンをですね、レンゲで探りながら食べていきます。これがいわゆる砂金採取でございます。さあ、餃子の断面どうなってるのっていうことで、箸で半分に切りました。こんな感じで肉と野菜のバランス、ちょっと見づらいですけどね、半々ぐらいですかね。餃子にもそれなりに味がついてますということなので、全体的に味が濃ゆいので、もうこの時点で白いご飯が食べたくてしょうがないっていう感じになりますね。ということで、田所商店はですね、まさしく味噌ラーメンの殿堂なわけなんですけども、白いご飯がついたセットがあればですね、もう100点満点を通り越して影ミシュラン星5つになるところでございました。ということで、今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。